ジュガンティーヤ神殿、ジュガンティーヤは、地中海に浮かぶゴゾ島にある、新石器時代の巨石神殿複合体である。その名称はマルタ語で、巨人の塔を意味する。マルタにある、巨石神殿群の中でも、最古のものとされている。ジュガンティーヤの二つの神殿は、新石器時代に、建設されたもので、五千五百年前からあり、世界的にも、最古の宗教施設の一つと言える。 周辺の類似の構造物とともに、マルタの巨石神殿群として、世界遺産に登録されている。この神殿は、北条神崇拝の場だったと見られている。考古学者らはこの遺跡で見つかった、多数の肖像や彫刻が、その信仰と結びついていると考えている。ごぞ等の伝承によれば、巨人がこれらの神殿を建て、礼拝書として使ったという。 ジュガンティアヤ神殿は、シャーラ高原の端にあり、南東に面している。この巨石記念物は、実際には二つの神殿で構成されており、教会を成している。壁の中に二つが隣接して立っている。南側の大きな神殿の方が古く、紀元前3600年頃まで遡る。また、保存状態も、こちらの方が良い。 五つの大きなアプスがあり、石と石の間の隙間に、かつて漆喰で壁面を覆っていた痕跡が残っている。ジュガンティーや神殿内部は、瓦礫で埋まっていたが、壁の内面を覆っていたブロックの位置から、全体として、クローバー型の建物だったことがわかっている。つまり、中心となる通路に、半円形のアプスがいくつか繋つがった建物である。 考古学者らは、アプスにはもともと屋根がかかっていたと信じている。マルタの原住民には、金属機がまだ入手できない時代、車輪ももたらされていない時代に建てられたと考えると、非常に印象的である。小さな休憩の石が見つかっており、神殿建設時に巨石を運ぶ、際の頃として使われたと見られている。マルタの他の巨石神殿と、 同様、ジュガンティーや神殿も南東に面している。南の神殿は6メートルの高さがある。入り口の巨石には、凹みがあり、ここが施設に入る、祭の清めの儀式の場所だったという説もある。5つのワプスにはそれぞれ祭壇がある。動物の骨が見つかっており、動物を生贄として捧げたのではないかと言われている。の住民や旅行者は、 古くからこの神殿の存在を知っていた。発掘調査が行われる以前の18世紀後半、ジーン、ピエール・エルは現地人の話に基づいてかなり正確な平面図を描いている。1827年、ゴゾ島の州副知事ジョン・オット・バイヤーはこの遺跡の瓦礫を撤去させた。なお、この時撤去したものについては適切な調査が行われていない。 幸運にも、瓦礫撤去の1、2年前に、ドイツ人画家、ブロセターフがこの遺跡の絵を描いており、撤去前の唯一の記録となっている。この土地は、私有地だったが、1933年に政府が、公益のために収容した。1933年、1936年、1949年、1956から57年、 1958から59年に考古学的調査が行われた。1980年、ジュガンティーヤ神殿は世界遺産に登録された。1992年、マルタの5つの巨石神殿もそれに加えることが決まった。そのため、登録名称がマルタの巨石神殿群に変更された。ありがとうございます。